皆様こんばんは、小田切ひろでございます。ちょうどね1年前の動画をご覧いただいた方は分かると思うんですけれども、ヒロビューティーチャンネルの1年以上前の動画見てみてほしいの。なんたったあんた、たっしゃんもガチムチしちゃってね、もう結構筋肉隆々の顔をパンパンっていう感じだったでしょ。それがこの1年かけてもうシューッとしてケンダル・ジェナーみたいな頃のねボディラインに、このお顔もね逆三角形のこの美しいフェイス、そして首も長くなったと思いません？肌も綺麗になったと思います。まあこれの秘密今から公開したいと思います。まず一つ目、ファスティングです。もうこのファスティングはですね、ファスティングイコールね断食って思ってらっしゃる方いると思うんですけれども、食べるファスティングをしたんですよ。まあその食べるファスティングっていうのがまたすごいの見つけちゃってさ、皆さんにねご紹介しましたでしょ。このね、デリファスさんというね、こちらの食べるファスティングのね、こちらの商品を私ね、ちょっと今年から取り入れまして、まあ、置き換え食ということで、まあ、夜ご飯だけ置き換えたりとか、時には1日3食置き換えたりとか、1回だけね、3日間ファスティングっていうやつをやったんですけれども、そのファスティングをしたらね、本当にお肌が綺麗になって、心も軽くなって、腸もね、ちょっと軽やかになったことによって、お腹がぺったんこになってね、まあ、いろんな相乗効果があって、ちょっと私はね、今年このファスティングの食べるファスティングのファスデリファスさんにすごいお世話になりました。だいたいね19時以降に私夕食を食べないんですけれども、19時以降に、まあ、帰宅した際にでもどうしてもお腹すいたなっていう時はこのデリファスさんのねこの商品をよく食べていたっていう感じです。お腹を満たしながらファスティングができるっていうねプチ断食です。まあ、これを取り入れたらあんたもう綺麗になっちゃったでしょ。すごい顔綺麗になったと思いません？まあトレーニングをしたりね、まあいろいろね、スキンケアとかね、まあいろいろなことやりました。けれども私はナチュラルでここまで綺麗にしましたので、それの秘訣がもうあなたデリファスさんの商品ということ。まあこれ以外にね、まあ私今年ハマっちゃったのがアナツバメの巣。というのにハマりました。というのは私ですね、お世話になっている女優さんが今アンバサダーで広告を務めているビースさんの商品、まあそのね私がお世話になっている女優さんも本当に美しい方で、内側からやっぱり光を放つような方なんですね。その方が摂取しているというビースの商品、私もちょっとねこちらちょっとこっそりと取り入れてるんですよ。まあそしたらばもうダイレクトにお肌に効きまして、まあ初めにね私はこちらのビースエキスゼリースティックっていうのを取り入れてたんですけれども、今年に入ってからねこのクランベリー味っていうのを取り入れました。なんと私このスティックでちょっと効果を感じてしまったので、こちらのあなた食べるタイプのねツバメの巣、これをちょっとね贅沢にいただいてるっていう感じで、まあファスティングプラスこちらのねアタツバメの巣を入れるようになってからびっくりするぐらい肌綺麗なのよ。最近ね会う人会う人に本当に肌綺麗なんですねって言われるようになったんですね。実はですね私30代半ばまではよく言われておりました。まあ35ぐらい超えてからはやはりですね年齢とともに、そしてやはりこう人生の中でねいろんなジェットコースター起きますでしょ。このガーッと落ちちゃった時、もうこの落ちた時からガッと劣化が起きまして、まあ肌が綺麗って言われることなくなってしまったんですね。こちらのビースさんのね穴つまみの巣を入れるようになってからどんどん肌綺麗になって、でそうしたらね出会い頭に肌綺麗ですねって言われるようになったんですよ。まあそれから私がもうそれでエクスタシー感じちゃったでしょ。だからおっからハマっちゃったのよ。それでハマっちゃったのがこちら、アナツバメの巣をですねとあるところから仕入れるようになりまして、こちらねちょっと真ん中食べちゃったんですけれども、こちらアナツバメのこの唾液だけで作られたこの巣、これをあんなこれ乾燥させたものなんですけれども、これをね私はちょっと仕入れまして、今年からこれ1日1個食べております。なんて贅沢ななんて思ってらっしゃる方いると思うんですけれども、私はねまあちょっと普段仕事頑張っておりまして、まあたまな贅沢というのはね夜遊び一切しないでしょ、私もパーティー行かないでしょ、お酒飲まないでしょ、まあたまに贅沢するのがシャインマスカットかこのねアナツバメの巣を食べるか、もうこの2択しかないんですね。まあそんな中でね私こちらこれふやかしたものがこちらなんですけれども、
すごいっしょーという感じで、ふやけてこういう感じになるんです。ゼリー状になるんですけれども、これをいただくのよ。あなた、これ世界三大美女の楊貴妃が食されていたというですね、とっても有名な穴つばめの巣、これを私は、楊貴妃になれるようにということで食しております。まあ今年2022年は私もね、穴つばめの巣の虜になりまして、まあそんなこんなで私はこんなに綺麗になっちゃったっていう、私世界四大美女の一人になれるんじゃないかなと思っております。それぐらい自信持っちゃったんですね、だから私これから本当に世界四大美女になっちゃうから、よろしくお願いしますね。あ、それから私さ、もう自分でもいいと思っちゃったもんだから、あ、そっからあんた、うちむーちゃんいるでしょ、もう家族だからね、家族にも摂取していただかなきゃと思って、こちら高級天然アナツバメの巣ミネルミラネストパウダーという、これワンちゃん用のドッグフードの中に入れる、パウダーなんですけれども、アナツバメの巣のパウダーでございます。これをね、私はこちらお塩とか振りかけるこの中に入れてね、ドッグフードの中でシャ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 って入れて、毎日朝晩と入れてあげてるんですが、なんとムーちゃん出てるわね。もうヌーちゃんのあんたも毛並みがすごくてね、もう散歩してる時にいつも褒められるのよ。まあ私の肌よりももうムーちゃんのおけけがね、褒められるという感じになってきて、この4袋目摂取した状態なんですけれども、今もツヤツヤです。だいたいこれ1袋飲み終わった時点でなんかちょっと違うかもっていう感じがしてきたので、これはいいなと思ってからちょっと取り入れるようになりました。もうムーちゃん、私の大事なね、ちょっと彼氏であり、恋人であり、まあ本当にその家族でありっていう感じでね、そんな感じで大切に育てているムーちゃんですから、もういつまでも長生きしてもらわなきゃ困っちゃうわということで、私がドハマりしているこちらのアナツバメのね、ワンちゃん用のパウダーを、摂取しております。まだあるわよ、あんなったこれよ、もよも、これブルーグリーアリチーでございます。これあなた、紀元前のも、あなたこれ太古のもだよ。こちらね、パウダータイプになりまして、私がいつもほらペットボトルの中にこうやって入れてね、いつも持ち歩いてるやつあるでしょ。お家に帰った時にはこちら、このジップロックのケースに入れてるんですけれども、冷凍にして一個一個にしてるんですけれども、お家に帰ってきた時はこれ一個取り出してお水に割ってね、カッて飲むんですけれども、まあそういう感じで本当に2022年はモーライフという感じでね、私はねちょっとこちらの会社のものがとても好き、ブレインオンのね、この会社のものが好きなので、これをね、今年はいくつぐらい摂取したかな、1年だったら365歩摂取しておりました。まあそんな感じで2023年にかけても絶対もうはね、一生取り入れるであろう、私が出会った2022年の、代表する、私の美しさの秘密でございます。あとはね、これ美しさの秘密ではないんですけれども、私の心を満たしてくれた飲み物っていうのがあるんですね。まあこちらホットタブの炭酸水と、あなた買えなくなっちゃった、これタミツの蜂蜜よ、やっと買えるようになったから。そしてなんつったって、あんたも最近新しい味出たでしょ、またこれ、まあ公開したらまた完売しちゃうの分かってるから、あんたもう私今ストックしてるから大丈夫、3つストックしてるのでしばらくはなくなっても大丈夫だろうっていう覚悟で今ご紹介しております。今日のね、今これをご紹介したラインというのは、確実に私の肌を変えたなっていうところ、そして確実にマインド、そしてボディラインも綺麗にしてくれたなっていうところで、ちょっと皆様にものをお伝えしたいなと思って、ご紹介しております。あとはね、ハマったのはですね、肌脱毛です。まあ、肌脱毛はね、今年に入ってからやっと取り入れた美容法なんですけれども、なんとなくですね、毛というのはお肌にはなくてはならないものだなと思っていたんですね。お肌を守るために毛というのは入っておりますので、がんとしてね、私は産毛というのは絶対取らないようにしてたんですけれども、私はちょっと都会的なところに住んでおりますので、やはりですね、産毛はいらない世界ということで、私は産毛処理はした方がいい環境で生きているので、産毛の処理、産毛の脱毛をしております。まあそれも賛否あると思いますので、おのおのということで、私はですね、そういった意味で、こういった肌脱毛をしてから本当にお肌がね、綺麗になっていったということと、肌脱毛をやり始めたタイミングっていうのはニキビ肌で、とにかくニキビがひどすぎてどうしようかと思ってる時に肌脱毛を取り入れました。というのはですね、肌脱毛をすることによってスキンケアやお薬の浸透性がよろしくなるんです。
その今までつけていたニキビケアの薬というのがなかなか効かなかったのが肌脱毛してから効くようになったんですよ。その効くようになってからどん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 活性化して、どん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 みるみるニキビがなくなっていったんですね。こんな奇跡があるかっていう話で、私今までなんで本当にガンとしてやらないって言い張ってたのかがもう謎すぎて、もう早くやっとけばよかったなということで、まあ2022年にね取り入れたこの肌脱毛の美容ケア、これはちょっとねお肌をねもうワンランクアップデートされたい方、もしくは、肌荒れがなかなか治らないという方は逆に、ちょっと産毛脱毛していただいて、でそれでちょっともう一度ねスキンケアなり、ちょっとお薬とか塗っていただくと、あの肌変化確実に起きると思いますので、よろしかったら私がね行っている恵比寿にありますマリーブというお店がありますので、あのそこあったまったそれ紹介したじゃない、ボーチェだったりとかね、あの YouTube チャンネルでもご紹介したらまたま予約取れなくなっちゃって、とってもねアットホームなサロンになりまして、代表のねマリさんという方がいらっしゃるんですが、マリさんがまた面白いのよ。まあ、そこの脱毛サロンはね、あの実はですね男性もすごく多いところなんですよ。サッカー選手が多いんですね。まあお店に行っていただくと分かりますけれども、サッカー選手の、ね、ユニフォームもういっぱい飾っておりますから、サイン入りのね。まあ、あとはねおへつ美容、もう本当におへつ美容、もう今まで私何度おへつ美容にお世話になったかというところで、というのはですね、私の一番最後のおへつ美容は35歳で起きました、海外短期留学をした時のおへつ美容、もうその時以来でございまして、5年前にですね私ちょっと短期で語学留学をいたしまして、そこの国でロマンス起きちゃったんですね。まあそこで私はおへつ美容というのを覚えまして、まあそこから5年ぶりのね最近私ネットフリックスで、まあ本当に感動したねちょっとドラマがあったんですよ。まあそのドラマであったもうおへつしたって涙腺ぶっ壊れちゃったんですね。まあこの壊れた涙腺のおかげさまでお肌が綺麗になっちゃって、まあ心のデトックスをしたということですよね。心のデトックスをしていただくことによってこういったインナーケアっていうのが効くようになりますから。そうなの、心と腸ってつながってますでしょ。腸のデトックスをする際には心のデトックスをしなければいけないんですね。心のデトックスをすることによって腸もデトックスしやすくなる。腸がデトックスされれば取り入れる製品が吸収されやすくなる。おのずとあなた美肌ということでございます。巡りが良くなることによって栄養成分が行き渡りますでしょ。老廃物が流れますでしょ。そうすると自然な美しい骨格が浮き出てきますでしょ。そして首が長くなりますでしょ。フェイスラインが出てきますでしょ。チークボーンが上がりますでしょ。いろんな効果で美肌になるんです。なのであんた私綺麗になったでしょ2022年。まあこれのおかげさまがおへつ美容から始まったということです。まあこれね皆様取り入れていただきたいんですけれども、なかなか泣けないという方はネットフリックスの初恋というドラマちょっとご覧いただきたいと思います。こちら初恋の何の PR でもないんですけれども、今年2022年は私のおへつ美容として、取り入れさせていただきましたこの初恋というネットフリックスのドラマが、私にとっては、とっても、ちょっとエステ以上の効果があったということで今お伝えしている次第でございます。あとはねお茶です。私はですね、ハーブを取り入れたりとか漢方薬をいろいろ取り入れているんですけれども、あの摂取したい製品って結構いくつかあるんですね。でそのいくつかある中で全部を取り入れるというのはやっぱりちょっとひっちゃかめっちゃかになってしまうので、その時のコンディションだったりとか季節だったりとかいろいろな合わせ方によっていろいろ飲み替えたりとかしてたんですけれども、まあそんな中でめちゃめちゃいいお茶見つけました。和漢ハーブの、お茶ということで、こちらネスのお茶なんですけれども、ネスってねあのライフスタイルブランドでしょ。ここのねネスの私ほらパウダーよく使ってたでしょ。あそこからお茶出たんですよ。これがまたすごいシャンティーなお茶が出てね、このねめぐりケアというね、まずは一つこのめぐりのねケアなんですお茶なんですけれども、このめぐりのお茶これねすごいのがですね、中に入っているハーブや漢方薬がどういう効果があるのかっていうのがちゃんと書いてあるんですね。でなんでね今回私これがいいかというと、これねティーパックが化学繊維が流出しないものになってるんですよ。なんとこれね皆さん要注目なんですけれども、こういったお茶ティーパックというのはですね、この中の葉っぱとかがよろしかったとしても、このティーパックのここの繊維がちょっと化学的なものが使われているとですね、お湯を注いだ瞬間にその化学繊維が流出するんですね。
だから結局プラマイゼロというよりはむしろマイナスになるっていうものが多いんですけれども、このネスのお茶のね、このティーパックはですね、化学繊維が使われていなくて、その化学的な変なものが流出しないっていうティーパックになってるんですよ。これがまた素晴らしいなと思ったのと、まず飲みやすいっていうこと、そしてこのね、ハーブとこの漢方のお茶のバランスがめちゃめちゃいいんですよ。で、これまずは、このね、めぐりという、これ朝飲むお茶なんですけれども、この朝飲み始めてからめちゃめちゃ代謝がいいんですよ。代謝というのは体調がいい、めぐりケアがちゃんとされていることによってお肌のコンディションと体調がすごい良くなるんですね。そしてもう一つがこれ夜用なんですけれども、眠りケアのものです。これね、眠りって言われるジャンルなんですけれども、ハーブと、漢方薬がまたミックスされている、この意味合いが全て書いてあるお茶になります。おしゃれなのにすごいね、効果的なの。いやー、私ね、これまず美味しいのはもちろんなんですけれども、美味しさ以外に絶大なる信頼性なのがね、ここのちゃんと網のところにもちゃんとこだわりがあるのが素晴らしいなと思ってるんですよ。これは絶対にいいなと思って摂取し始めたら、なんとあんた眠れるようになったのよ。というのは最近ね、私ほらライブやるでしょ、そして YouTube チャンネルよく撮ってるでしょ。今日もね、今この Vlog 撮っていて、あんた今何時だと思う？今もう12時なのよ。もう撮影を終えてね、帰ってきて今ちょっとね、皆様のためにちょっと撮ってるんですけれども、まあ12時超えて、これでまたあんた今もうアドレナリン出ちゃってるでしょ。これで眠るの難しいから、その時にこの眠りケアのね、あのネスのこのお茶を飲むと本当にリラックスできるので、これで最近結構体調がよろしいなっていうのを感じております。まあ朝と夜ということで、巡りはまあ朝ね、巡りケアは朝、そして夜は、こちらのね、眠りケアというこちら、このお茶にね、ちょっとシンプルに朝用夜用という感じで分けてるんですけれども、ここ1ヶ月今これ試してるんですけれども、かなり調子がいいので、おそらく2023年もこれはね、リピートする商品でございます。じゃあこれでね、私が、今年お世話になりました美容家電的な、そんなものもご紹介したいと思います。ということで、こちら、これはもうあんたこれ結構前から使ってるやつでしょ。まあバルミューダのね、あんたこれ青の玄米炊くためにこれ買ったのよ。もうみんなさ、覚えてる？私の前の YouTube のね、あの動画ご覧いただいたことわかると思うんですけれども、このバルミューダのね、この炊飯器がまたいいのよ。というのはね、オシャンティーでしょ。そう、でもね、保温機能がないのよ。だから炊いたら一個一個ね、分けて冷凍庫に入れるという、そういう風にやっていただくと、これでね、バルミューダなんたこのレンジ素敵でしょ、すごいでしょという感じで、まあ、このレンジでその凍らしたね、冷凍したご飯を温めるわけです。それであったと、これよ、あなたこのあんたこれ今年じゃないんですけれども、これはね、サンフードのナッツ、これはおやつに常にね、これ摂取して食べておりました。そしてそしてもうみんな、またしかあなたもうさ、ずっと飲んでたでしょ。これブルーグリーアルジーのね、これレッセブレインオンの、モデございます。でこれをさ、こちらのね、製氷機に入れて一玉チュッて入れるんです。そうよ、これでお水をね、これで5分ぐらい置いて、ちょっと溶かして飲むという、これね、もう帰ってきた時の日課でございます。あとはあなたこちらよ、もうこれは私もね、ちょっと今年やっぱアナツバメの巣にハマりましたでしょ。だからアナツバメ美容ということで、こちらね、このアナツバメを取り入れたでしょ、すごいでしょ、見たことある？私も今回取り入れたの初めてなの。2022年で初めてこの生のアナツバメの巣を見ました。ふやかしたもの、すごいでしょ、これ超貴重なアナツバメの巣なのよ。これをね、いただくんですよ。お料理に入れて、無味、無臭なので、これを味付けサラダに入れたりとかね、全然美味しくない。そうなのよ、これだけ食べると正直美味しくないんですけれども、私はいつもね、朝ヨーグルトの中だったりとか、サラダの中に入れて、ちょっと裂いてね、食べたりするんですけれども、あとこの動画終わった後すぐ寝なきゃいけないから、この眠りね、 N って書いてある方が眠りの方です。これあんたみなみちゃんが選んでくれて、ほらプラダのマグカップよ、素敵でしょ。そうよ、ということで、じゃあこれお茶、お茶
本当にリラックスしながら飲んでいただくだけで、この漢方とハーブの効果でね、ちょっと眠りをこうちょっと誘ってくれるような感じになりますので、眠りを誘うというかね、朝の目覚めがめちゃめちゃいいんですよ。なので朝すっきり目覚めたいなっていう方は、こちらのお茶をねちょっと摂取していただくといいかなと思います。いや今年ねちょっと本当に最後に出会ってよかったなと思っちゃうお茶になります。そうよ、あとあったたちか買えなくなっちゃった、たみつの蜂蜜よ。これ鶏のねちょっと新しい味が出ましたので、新製品としてね出てますので、よかったら皆さんチェックしてみてください。私もうストックしてるから買って大丈夫だよ。そうよ、ということで、あんたまた品切れになっちゃったら私買えなくなっちゃうと思って、もう先に買っといたわよ。このね重曹炭酸水とこのタミツの蜂蜜にこのねアプリサイダービネガーちょっと入れるんですよ。あなたこれでスペシャルなんだ、どっかのおシャンティーなカフェに行った時にさ、メニューにありそうな味になるのよ。そうなのよ、まあ、その後にあんたブルーグリーンアルジー入れるでしょ、そしてあんたアナツバメの巣食べるでしょ、そっからこれよ、この美容法を取り入れた日の夜は、こちらデリファスのですね、こちら食べるファスティングに置き換えるの。そしてあなたこちら夜はこちら眠りケアの、ハーブと漢方のお茶、これを摂取したらパーフェクトな、もう次の日の朝の肌、いやこれ見てごらんなさいまし、もうすごい綺麗でびっくりするよ。自分にうぬぼれるってすごい大切なんですね。私綺麗って思わせるの自分にね。そうしたら見て、すごい、あ今光変えてないんだよ、これ綺麗でしょ。なかなか今以上の綺麗が手に入らないという方、そういった方におすすめなのがまたこれよ、ビース。そう、もうこの私がいつもお世話になってる女優さんがまた内側からふわーっと光を放つようなね、すごい綺麗な人なのよ。もうだから私はね、いつもいろんな学びをね、ちょっといただきまして、まあお話をね、聞くだけでも本当に一つや二つ常にいつも学びがあるんですね。本当にありがとうございますという感じなんですけれども。じゃあ今日はこの辺りで終わりたいと思います。いいと思ってくださった方はちょっといいね、高評価ボタンを押してくださいませ。そしてチャンネル登録をしていただいて、コメントまたいただけたら嬉しいです。じゃあ次回の動画でね、バイバーイ。